遠距離なんて問題ねえよ。俺葵のために絶対京都の大学行くから。ありがとう早苗。勝美、どうしてなの。勝美、早苗。お前のお礼に来たんだよ。そうですか。あのホームズさんは？葵さんのカフェオレもすぐに用意しましょう。どうかされました？あ、せや、私もオーナーに頼まれて。可愛いバイトさんに浴衣を用意してくれてな。いや、可愛らしい。可愛い葵ちゃん。右前も間違ってへんようやね。前に来たことがあるので確かこっちかなと。だい、もっと分かりやすく言うとね、男が後ろから抱きついてその右手が胸元にスムーズに入る形が正解なんだ。分かったからよ。ったくホームズ君はやきもちやきだな。そっか、葵ちゃんの浴衣姿を見られるなんていい時に来たよ。あ、やっぱ怒ってる。ええ、あなたのような俺様強引イケメン男には特にね。ほな、他の浴衣もよいよい山までに用意しとくさかいにな。しばらくこっちだし、また遊びに来るわ。祇園祭りの前々夜祭のことですよ。祇園祭りはおよそ1000年以上前に始まった。あさって15日の宵々山ではライトアップされた山鉾が通りに並んで、それは綺麗なんですよ。お店に来てからずっと元気がないようで気になっていました。何かありましたか？実はあの、いらっしゃいませ。泉、こんにちは清高くん。ご結婚されるとか、おめでとうございます。結婚？まさかあの人が。今日は彼から頼まれて、結婚祝いに私のおばからいただいた食器がいくらぐらいなんか。では改めさせていただきますね。イヤープレートというくらい人気です。1908年以来欠けることなく続いているものですし、しかしそうではない品もたくさんあります。こちらは60年以上前に作られたヨーロッパ各地の風景を描いたシリーズものの一枚です。金額はそうですね、2、3万とい。清高くんすごいんやね。京大の院にも入ったって噂で聞いたし。あ、偽物ちゃうんかって言い出して。うちのおばはそんな人やない言うても全然聞いてくれへんし。付き合うてからは浮気を繰り返されて、その度にはぐらかされて、いよいよ本気で別れようって切り出したら、やっぱり時間が経つとほんまにこの人でよかったんやろかって。清高くん、今も若は好き？ええ、まあ、あさってまでに。うん、滋賀の山で作ったもんなんや。いえ、茶碗柄は葉っぱ？ええ、ヨモギは百人一首などの和歌では「さしもぐさ」と読まれたりもしてます。
高校2年の秋、学校行事でもみじが有名な東福寺に行きましてね。に水くくるとは。そうしたことがあって彼女は僕を好きになってくれたそうなんです。それより葵さんとの話がまだ途中でしたね。それで仲良しグループだった子からホテルに会いに来てほしいってメールが来まして、でも他の子たちには会いたいしいいよって返事しちゃったんです。向こうから来てくれるならいい機会かもしれませんよ。それはそうかもしれません。はい、ちょうどいいタイミングではあるんですけど。そんなに気に病まなくても、アンズルより産むが易しですよ。ホームズさん。ええわ、うちは洋服店やからな。まあでもその浴衣を選んだんは清高ちゃんやで。ホームズさんが。はい、さすが祇園祭りですね。早いものでもういよいよ山、葵さんがお友達に会うのは今日でしたよね。そうですね、京都を行っていましたね。そうですか。ええ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。葵さん、お時間は大丈夫ですか？そうでしたか。では組合に届け物があるので少し留守番をお願いしてもよろしいでしょうか？は、泉さんまだ来てないんだ。滋賀の山で作ったもんなんや。伊吹山、白倉岳。地図じゃわからないか。百人一首は角と谷、エアは息吹のさしもぐさ、さしも白地なもゆる思いを。息吹、滋賀の山、きっとこれだ。意味は、いえ、誰も来なかったですし大丈夫ですよ。お友達も浴衣かもしれません。それに何よりよくお似合いですし。清高くん、いらっしゃいませ。どうぞおかけください。和歌の意味も、泉さんが茶碗に込めた気持ちも、あなたのことをこれほど好きだというのに言えないでいます。あなたは何も知らないでしょうね。ちょうど伊吹山のさしもぐさのように燃えて。こっちこっち、早く。私は好きだった彼と親友に会ったらどうするんだろう。みんなちょっと元気そうじゃん。葵、葵の浴衣姿超可愛いし。嬉しい、みんな変わってなくてやっぱり来てよかった。葵ごめん。ごめんなさい。二人で寂しさをごまかすためにカラオケとか行くようになって。私が悪いんだ、本当にごめんなさい。何？許してあげて、二人がけじめをつけたいって。だから葵を呼んだの。ここにはもう私のことを思ってくれる友達はいないんだ。彼氏と親友が付き合うのは正直複雑だけど、好きになったのは仕方ないし。葵マジでかっこいいよ。惚れたね。仲直りできたし、みんなで一緒にお祭り行く。誰？めっちゃイケメン。葵の知り合い？